水野へ、レイナード前に送った、お佐藤どうする、青木が中にいるが決まった、青木のゴール、アディショナルタイムの中でジェフユナイトと千葉、途中出場の青木浩太が決めました。最後胸でしたか、胸でしたね、1対0、佐藤からのクロスです。ここですね、もうこれはすっごいですね、執念ですね、角度変えて、うわ、胸というか首というか、そうですね、だからこういうスーパープレーでないとこの試合はゴールが決まらないわけですよね、それだけ素晴らしい内容の試合ということが言えますよね。アディショナルタイムです、つまり90分以上経った先に、ジェフ千葉の青木浩太選手です。劇的なゴールでした、今の感想を聞かせてください。そうですね、まあ、最近調子よくて、まあ、出たら結果残そうという意識で、まさかユートさんのボールニアで突っ込もうと思ったらいいボール来たんで、それ決めれてよかったです。試合途中での出場となりましたが、監督からどのような指示を受けたんでしょうか。いや、まあ、ディフェンスしっかりして、まあ、攻撃の時は自由にやれと言われて、まあ、自由に思い切りやりました。非常に気持ちを感じたゴールだったんですが。そうですね、もうやっぱり6連勝という部分もあったんで、まあ、しっかりと、まあ、チャンスを生かして決めれてよかったです。これで今お話にもありましたが、チーム新記録の6連勝となりました。そして今日は後ろにもですね、数多くのサポーターが駆けつけてくれました。サポーターにメッセージをお願いします。わざわざ遠いところから来てくれて、とてもありがとうございます。それでしか、まあ、6連勝という形で今日自分活躍して、まあ、これからも、まあ、7連勝8連勝という気持ちで、まあ、どんどんやっていきたいと思うので、しっかりよろしくお願いします。ナイスゴールでした、おめでとうございます。以上、青木浩太選手でした。